ゲーリー・グッドリッジ、トリニダード・トバゴ。デューイー・クーパー、アメリカ。Yes, I know Dewey Cooper. I've been over to his house once. Is that true? Yes. No, it was true. I was over at his house last time, last fight. He had a barbecue at his place when I first got here. We went to his house. He fed me lots of food. Yeah, he's been to my house. We barbecue together. More of an associate, not really friend. Associate, not friend, but he's a very nice man. I really like him a lot. So, as a fighter, how do you see him? I don't like him as a fighter. So, which part you don't like? He's a difficult fight for me. He's a difficult fight for anybody because he doesn't engage. He runs and runs and runs and runs. And if that's not enough, he runs more. And runs more. So for a person of my style, it's hard for somebody my style. But it's like catching a chicken in a farmyard. You know? You think you got it cornered, and it runs through your legs and out the other way. You try to corner it again. Gone. Gary Goodrich is all power. No skill. No athlete. He's not an athlete. I'm a supreme athlete, so in any sport, there should always be a strategy. I have a strategy that I'm gonna fulfill Saturday night, and I'm gonna defeat Gary. Gary. Ore wa Dewey Cooper, Butabas. Now, Big Daddy's a man. Take a look. Goreki all the way. Honto? 友人とはいえ、ひとたびリングに上がれば非常な戦いが待っている。ゲーリー・グッドリッチの剛腕がヒットするのか、デューイー・クーパーのテクニックが相手のパワーを空回りさせるのか。剛対銃、分かりやすい対立の構図に期待が高まる。どちらもグランプリ開幕戦へ大きくアピールするためにも負けられない一戦だ。地元ラスベガス、早くも早くももうこれ以上近づけないという距離で睨み合っています。地元ラスベガス、デューイー・クーパー対するはゲーリー・グッドリッチ。今年2度目のラスベガス、今年早くも4戦目というゲーリー・グッドリッチです。舌を出した、挑発しているゲーリー・グッドリッチ、気合入ってますね。デューイー・クーパーもその挑発に、徐々に乗ろうとしている。さあゴンが鳴った、一気に突き進んだゲーリー・グッドリッチ、試合が始まりました。デューイー・クーパーはフットワーク使いますからね、これはやっぱり本当トムとジェリーじゃないけど、逃げて膝の上で戦うか、ゲーリーが追い詰めるかどっちかなんですね、はい。ですからこれグッドリッチが闇雲に前に出てるんじゃなくて、はい、クーパーの動きをこれ封じてるんですね。そうですそうです。だからあれは戦略としても正解なんですね。これやっぱりね、こうやって離れると龍が前に、そうなんですね、こう見えてもと言っては失礼ですが、グッドリッチ頭を使ってね、試合を進めてきますから。左のミドル、これはデューイー・クーパー独特のヘアスタイル、龍のペースですよ、はい。地元の選手でね、人気もありますし、ザ・コブラ、ブラックコブラと異名を取ります。この髪型は日本の映画を見て、まあ、その時に出ていた主人公のかっこよさに惹かれて同じ髪型にしたという。さあグッドリッチの左右のパンチです。アッパー、右のアッパー、そして通り膝を返しました、デューイー・クーパーです。あ、いいボディですよ。クーパーに流れているのはサムライスプリッツ、左のフック、右、下がりました、ドゥーイー・クーパーです。そうですね、縦に下がったらこっちのもんですけどね、ゲーリーとしてはいいですよね、
東原さん、はい、まず行きましたね、ブッドリッチが。そうですね、試合前からすごい興奮してたようですが、うん、そうですね、はい、初めて見ましたね、あの表情。あ、そうですか、はい、左のロー、そして左右のパンチです、デュイクーパー。この距離、でもですね、今ギリビーの圧力かけてて、はい、ですけど手数としてはデュイの方が多いんですね。うん、なるほど。これは判定になると本当にデュイの方が僕優勢だと思います。ニワトリみたいにただ逃げるだけだからなと言っていたんですが、しかし手数の方ではクーパーの方が上回っているようです。左です、左のパンチがあります、ルイ・クーパー。はい、本当はグッドリッチは打ち合ってくれた方がいいんですよ。そうなんですよ、グッドリッチも言ってました、打ち合ってくれた方がいいんだけど、しかしここは行ったぞクーパー。あーっと、これはグッドリッチがノーガード、ノーガードです、ノーガード。中央に進んできました、左のボディです、場内を沸かせます。いわゆる自分のあれですね、本当にペースですよね、これはお客さんの声援という意味でもね、地元のラスベガスですから、うん、クーパーが、こういうことをすれば逆にグッドリッチにもお客さんね、声をかけてくれるというね、どうなるかですね、グッドリッチやはり頭のいい選手ですよね。前に出てきますグッドリッチ、右のボディはリュウイ・クーパー。打たせますよ、これ打たせてます、どこでゲイリーが逆転するかですよ。そうですね、どこで仕留めるんでしょうかグッドリッチ、どこまでパンチを打たせるか。ここはガードしました、もう一度ガードです、左のストレート。前に出てくるグッドリッチ、左のローキック効いていません。ルイ・クーパー、体重差がこれ17キロあります。ちらっと横を見ましたグッドリッチ、余裕があります。左を返したルイ・クーパー。第2ラウンドも残り時間がありません。これはダウンですね、これはダウンを取りますか。あ、ダウンを取りました、レフリーダウンを取りました、スリップではありません。あ、ルイ・クーパー少し抗議をしました。パンチが当たってますからね、場内ブーイング、パンチが当たってますから、なるほど、パンチが当たって倒れたんで、聞いてはいないと思うんです、確かに。さあダウンを奪われたルイ・クーパー、ここで第2ラウンドゴングが鳴っています。ルイ・クーパーダウンを奪われた、グッドリッチダウンを奪いました。これグッドリッチにとっては儲けもんですね。パンチが当たってですね、バランスがね、あのクロスで入ってる、上からかぶせる、これはダウンというレフリーの判断です。第2ラウンドでグッドリッチがダウンを奪いました。最後の3分間にかけるルイ・クーパーです。あのギリーとしても最後の3分間ですね、右のボディ強烈です、右のボディ、あ、膝を返す、これ当たれば一瞬にして終わる、右のボディ強烈です、クーパー右に回り込んだ、右のボディです。そして右のフック、パンチを繰り出す、さあダウンを奪った。いやもうなんか、あのデューイがゲイリーのペースに、もうね、打ち合いのペースに巻き込まれてますね。これはすごい作戦ですね。ダウンを奪った影響が大きく出ています。さあクーパーどうするか。クーパーには得意のフライングに、そして左のハイキックがあります。まだ左ハイは出していません。
クーパーの左です。左のストレート、コブラストライクと言われています。前蹴り、さあ時間がない、フライングハイ、うん、そうですね。グッドリッチも最後、お左を左を当てた、おお、カウンターです。グッドリッチはカウンターを最後に決めています。余裕の試合運びと言ってもいいかもしれません。ゲイリー・グッドリッチ第2ラウンドでダウンを奪ってこれから判定です。ゲイリー・グッドリッチは早くも勝利を確信、雄たけびを上げます。ラスベガスのお客さんにグッドリッチの良さを見せた形になりました。右のボディ、これ3ラウンドの強烈でしたね。強烈でしょうね。だからデューイがよく耐えましたね、鍛えてますよね。デューイも本当にある意味ね、本当にあの、うん、プロ意識のすごい高い、あの出たちから何から、なるほど、グッドリッチかデューイ・クーパーか。ゲリー・グッドリッチ判定2対0、僅差でしょうね。そして大きな音から紙吹雪が舞っています。